開始。さあのだんだんその調子悪くなってきたんで、ちょっと面白いことやりますね。面白いことやっちゃおう。この辺は普通なんですが、いやこれじゃ面白くないな全然。おしゃぶつけちゃえばいいか。いやでもめっちゃ気になるか。相振り飛車って言わないんですね、やっぱね、変則的だと。変則的すぎて。相振り飛車と認定させてもらえないんですね、やっぱね。これは、経験が出ると。まあ、とりあえず飛車角をね、こう、攻め、なんていうのかな。王様なんかどうでもいいよ。とりあえず欲しいね、飛車と角なんで。あっと、そんな手があるのか。そういうことやるの？取るよそれ。で歩打つ。2分30秒。あでも飛車寄るか。でも飛車寄っても、と金払って飛車なって銀で受かってるからいいんじゃないですかね、これね。これ取ると。駒得で十分と。まあでも桂馬跳ねてくる手があるか。でも桂馬跳ねてきたら銀引きだな、これ。これはもう銀引けばいいんですよ。で、飛車走ってきたときに、まあ、普通に銀で受けとけばいいんじゃないの。で、まあ、まあでも引っ込んでもあるのかな。いや、でも一回こう歩受けたいな。ちょっと危険になってくる手がちょっと怖いんでね。やっぱり怖い手はさ、ちょっとね、ちょっとご遠慮被りたいという感じですかね。でもこれ、桂馬取りに行っちゃえばいいんでしょう。駒得は正義ですからね。駒得は正義なんで、駒損ね、なんていうのかな。で、これ角道負けると。桂馬単に取るのはね、同飛車でね、やっぱり飛車さばかせて、飛車成られるとまたその香車も取られたりとかして回収されるっていうか、まあその債権回収じゃないですけど、まあそういうことになりかねないんで、まあこれはね、ちょっと飛車を取りに行きたいんだよな。あ、もう今角成る手もあったか。こういう手が見えないのがやっぱり調子の悪さをね、まあ2分、飛車取ると言ったんですが、やっぱり取るのやめた。それを3六銀からちょっとこれダブついちゃって、ちょっとね、このこういう風にね、こう在庫をダブつかせるとあまり良くないんですよね。でこう次々とさばいていかないといけないんで。見事な将棋じゃった。見事でしょ。しかし真の猛者はこんなもんではないんじゃぞ。分かってるよ、そんなの言われなくても。分かってるって。やっぱりさ、将棋は面白いってことは大事ですよね。やっぱり初戦ゲームなんでね、そんなさ、いくらさ、居飛車が得意だからっていつも居飛車、矢倉が得意だからっていつも矢倉、まあそれでもいいんですけど、やっぱりさ、特に大津なんていうのはさ、その瞬発力が勝負なんで、やっぱ面白いことやってさ、相手を惑わせるっていうか、まあ惑わせるゲームですからね。いかにその、なんていうのかな、いかにその定石を知らないような指し方ができるかっていうことをね、競っていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね。でさ、最近のニュースなんですけど、なんかさ、政治家のさ、鳩山邦夫さんが亡くなったみたいですね。まだそんなに年取ってないと思うんですけど。でさ、鳩山邦夫さんが別に亡くなったからといって、私は悲しいっていうわけじゃない、別になってるんですよ。あ、そうってだけなんですけど、それは別にそのなんていうの、悲しくないって言うとさ、人出なしとか言うかもしれないけど、別にそれはさ、だってさ、その北海道新聞を読んでみたら、なんかお悔やみとか出てるじゃないですか。地方、皆さんさ、地方紙って読んだことあります？地方紙っていうかローカル紙って、朝日新聞とか読売新聞みたいなその全国紙だとそのないんですけど、ローカル紙とかだとお悔やみとか言ってね、昨日亡くなった方とか言ってね、なんか載ってたりするんですよ。別に全員、昨日死んだ人が全員載ってるわけじゃないと思うんですけど、その昨日なんとかさんが亡くなりました、84歳でしたとかいうのはね、お悔やみとか言って載ってるんですよ。まあ、そんな感じで、別にそんなの見たって別に悲しくないじゃないですか、別に知らない人なんだから。それしょうがないけど、知らない人が死んだって別にねえ、この瞬、今日だって別に誰か、日本で誰か死んでるでしょ？地球全体見れば誰か死んでるでしょ？そんなのいちいち気にしてらんないですよね。じゃあ別に鳩山邦夫さんも同じことなんですけど、
別にその鳩山邦夫さんがね亡くなったからといって全然へえとしか思わないわけですけど、ただ鳩山邦夫さん結構さキャラクターの強い人っていうかさ、なんかちょっといい意味でも悪い意味でもなんかその濃い人だったよなって思いますよね。一番印象残ってるのはさ、法務大臣やった時だったのかな、なんか死刑の執行は自動的に進めたらいいんじゃないかってね、うん、今まではさ法務省がさそのこの人死刑執行せよってさ命令し出してたじゃないですか。つまり法務省の法務省の中で話し合ってこの人執行すべきかどうかっていうのを話し合って、で執行すべきっていう結論が出たら最後に法務大臣がバンと判を判行を押すと執行がね滞りなく執行されるというね、死刑がね執行されてって言って死刑囚が死んでいくというね、まあ、そういう仕組みができてるじゃないですか。でもこんな法務省がねその法務省の人が関わらずに自動的にこの自動的にコンピューターでピーってやって、はい次何とか何十何番の人死刑執行せよって勝手に出てきて、はいコンピューターがねそういうふうにその乱数表でそういうふうに命令したんで、じゃあ執行ねっていうふうにしたらいいんじゃないかみたいなね、そういうことを発言したじゃないですか。で私はそれには賛成か反対かって聞かれれば反対なんですけども、ただでさらに私は死刑制度に関しても賛成か反対かって言われれば反対なんですよ。死刑制度廃止した方がいいと思ってるんです。ただその鳩山さんが言ったその死刑っていうのは自動的に執行が行われるようなね、つまり法務省が命令しなくてもその自動的にその死刑が執行されるシステムにした方がいいんじゃないかみたいな、そういう提案っていうのはそれはね一理あるなと思うんですよ。どうしてかっていうとその死刑っていうのはさ今法律でそうなってるからその死刑が執行されるわけじゃないですか。別に法務大臣がその宮崎勤を個人的に恨んでるから死刑が執行されたわけじゃなくて、法律でそう決まってるから投資するって、その法務省としては死刑制度っていうのがある以上それを執行すべきかどうかってことを話し合うのはやっぱり仕事なわけじゃないですか。別にその結果としてその執行まだ執行すべきではないという結論を出したらそれはそれも一つの仕事でいいんですけども、とりあえずその死刑の執行っていうのをねその取り行うっていうのも仕事の一つなんでやらなきゃいけないわけですよね。でもやらなきゃいけないとなるとそこに人が関わるとなるとやっぱりその人がなんか手を下すってことになっちゃうじゃないですか。それってどうなんだろうっていうね、つまり例えばそのなんだっけ鳩山さんはさなんか宮崎勤の事件を見てこいつは許せないからねちょっと死刑の執行を検討しろってなんかさ命令したっていうふうに自分がね執行しろっていうふうに言ったってよりもその死刑執行検討チームっていうのは多分その法務省の中にあると思うんだけど、ちょっとそのさこの宮崎勤の死刑執行について話し合ってくれみたいなそういうなんていうの指示をしたみたいなことを言ってましたよね、うん、だからそういうふうに人が関わるなんていうのが個人的な個人的じゃないんだけどその職務ではあるんだけど、でもやっぱり人の感情っていうものをやっぱり死刑執行の中に挟み込まざるを得ないっていうのがやっぱり現状としてあるわけじゃないですか。それってどうなんだろうっていうのはよくわかる。前にも話しましたけど死刑制度っていうのはその法律的に決められてるから死刑が執行されるわけじゃないですか。死刑っていうのはね、で誰が執行してるのかって言ったらそれはその刑務所っていうか拘置所の職員っていうか刑務官ですかね、なんかその係の人がやるんでしょうけども、別にその人がさその人個人の恨みによってさ人を殺してるわけじゃなくて法律でそういうふうにしなきゃいけないから仕方なくやってるわけですよね。で法務省だって別に人殺しはしたいわけじゃないくて別に悪人は抹殺せよっていうそういう精神のもとで仕事をしてるわけじゃなくて、ただ法律にそう書かれちゃってるから、まあ、しょうがないからやってるみたいな感じじゃないですか。で裁判所とかさ裁判官だって別にその殺人者は殺せっていうそういう信念ではないけども、でも判例というか法律的に見て ここまで証拠が揃ってて、しかもこういう反省の色も見せてないし、しかも3人も殺したとかになったらこれはもう判例からしても法律的に考えて死刑判決を出さざるを得ないっていうかさ、
なんていうのかな、よくそのいろいろな状況を考慮しても死刑を選択せざるを得ないとかさ、そういう表現をよく裁判所とか使いますよね。つまりそういう感じなんですよ。別にその死刑制度お前死ねって言いたいわけじゃないんだけど、でも死刑を選択せざるを得ないよねみたいな、そういうことでやっぱり死刑判決出しますよね。まあ、別にその人たち別になんていうのかな、別にその死刑に関わってはいるけど、でも別にその人がその殺し人を殺してるっていうわけじゃないじゃないですか。だけどそのなんていうのかな、やっぱりその死刑っていうのはやっぱりいくら殺人とか犯す人が悪いって言っても、やっぱりその死刑ってお前死刑だって命令したりとか死刑執行する人っていうのはやっぱりすごく痛いっていうのか、心が痛むわけじゃないですかね。でもその心の痛みっていうのは本当だったら国民全員で負担すべきものですよねって思いません？そうでしょ。死刑制度っていうのはあること、現状であるってことを前提で言ってるわけですよ、そのなんていうのかな、法務省の職員だとか裁判官だとか、あるいは裁判員に参加して死刑判決を選択した裁判員だとか、そういう人たちがなんか妙にすごく負担を負ってますよね。それってどうなんだろうってね、でニュースに流れてきて、その死刑が執行されましたってニュースが流れてくる、普通のさ一般市民はうーんって思うだけで、自分がさその死刑囚をさぶっ殺したっていうさ、そういう感覚ないじゃないですか。でも本当だったらさ、その法律っていうのはその法律的に死刑が執行されたわけなんだから、その国民一人一人が一人一人の力によってその死刑囚を抹殺したっていうふうに思わなきゃいけないんだけども、でも実際はそういう感情にならないシステムになっちゃってますよね。死刑執行っていうのは秘密裏に行われますから。だからそのなんていうのかな、その法務省とか法務大臣 の, その負担をちょっと負担してるんですよっていう、その心の痛みっていうのかな、そういうのをちょっと変なんじゃないのっていう問題提起っていう意味では、鳩山邦夫さんのその発言っていうのはまあなくはないかなとは思うんですけどね。ただとは言っても、いくら死刑判決って言ってが出たからって言っていろんな事情があるわけだから、やっぱり最後はその人の生き死にをさ、そのランダムに乱数表で決めるっていうのはあまりにもちょっと乱暴だなとは思いますけどね。でもその鳩山邦夫さんのその案が実現されたとしても、裁判官とかその拘置所の職員とか、ね、刑務所の職員なのかな、そういうふうに死刑執行に関わる人たちの負担っていうのが別になくなるわけではないんですよね。法務省の負担がなくなるだけであってね。ちょっと今ご飯が炊けたんでピーピーって音がしましたけど、まあでもとにかくさ、鳩山邦夫さん、あの人さ顔が怖いですよね。なんかね、顔が怖いっていうかさ、なんかいかにも死刑執行しろって言いそうな顔っていうかさ、なんか顔が怖いなと思いますよ。鳩山幸男さんの方はね、なんかあんま顔怖くないですよ。あの人はなんか優しそうな顔してますけどね、元総理の鳩山幸男さんの方はね。にしても鳩山一族はなんか政治家が家業になってるんでしょうかね。そういえばさ、その乱数表で思い出したんですけど、乱数表っていうのかな、ランダムで将棋の次の一手決めたらどうなんだろうって思うんです。つまりどういうことかっていうと、まあ、それとは言ってもね、その初手ね、初手18強とか、ね、初手98強とかそういうことをやれって言ってるわけじゃなくて、例えばそのね、サイコロ振ってなんていうのかな、その例えば初手のね候補手として7六歩、2六歩、5六歩、5八飛車とかあるじゃないですか。7八飛車とかもあるのかな、それなんていうのか、自分の中で候補手を決めて、そのどの手を選ぶかをサイコロで選ぶっていうのかな。まあリアル将棋だったらあまりちょっと相手に対して失礼なんで、そういうことはちょっとできないんですけど、でも別にソフト出しとかじゃないんで、別にネット将棋でやる分にはいいですよね。なんていうの、ソフト出しはダメですよ。そのソフトなんて他の人の力を借りてやるっていうのはダメだけど、サイコロ出しならいいでしょ別にね。いいでしょ別に。
自分で勝手に候補者決めるんですよ。どういう風にやるべきかな、7六歩がいいかな、2六歩がいいかな、中盤戦とか終盤戦でも この局面相手に罪あるかなないかな、微妙だな、詰ましに行くべきか受けに回るかって時にサイコロに任せるんですよ。サイコロで奇数の目が出たら詰ましに行く、偶数の目が出たら受けに回るとかね。どうですかね、そういうのね。まあちょっとウォーズでやっちゃうとそれ時間切れ負けになること間違いなしなんですけど、そういうちょっとこう舐めたその指し方っていうのも面白いんじゃないかなと、今ちょっとね、鳩山志望のねニュースに聞いて思いましたね。まあちょっと将棋ウォーズのね、アルキュードの将棋ウォーズシリーズでそれをやるにはね、ちょっと時間が足りないかなと思いますけどね。10分切れ負けでやったとしても、やっぱり10分っつってもやっぱりね、時間限られてるんで、サイコロ候補手決めてサイコロ振って、でその方が来たらやっぱり時間切れになっちゃいますもんね。